はい、こんばんは、養老です。私、養老というおっさんが初心者でありながら未経験者、学生自分にサッカーを一切してこなかった野球部のおっさんが今50歳を目の前にして、どうやったらもっとうまくできるのかなとか、どうやったら、上手になるのかなっていうのをいろいろ四苦八苦しながら時間をかけて頑張っているチャンネルでございます。もしよかったらチャンネル登録なんかしていただくと本当に嬉しく思いますし、特に喜ぶのはコメントです。ぜひ皆さんの、こうやったらもっと上手になるんじゃないとか、こういう風に考えたらいいんじゃないなんていうのを意見交換できればいいと思ってますんで、ぜひよかったらコメントしていただくと嬉しく思います。よろしくお願いします。ということで、本日の動画なんですけれども、本日の動画は前回上げた動画の答え合わせ的な動画になります。先週もそうなんですけれども、今週もフットサルスクエア京都南さんの木曜コサル、個人参加型サルに参加してきました。で、今週はやっぱり先週に、失敗したこと、もうちょっとこうやったらいいんじゃないかなと思ったことをどれだけ改善できたのか、そういうのを試してきたつもりでしたが、まあ、さっき結果から言うと惨敗です。もう全く何もできない、何もしてないような感じでした。まあ、今 この辺かな、動画流して、動画の方ね流してるんですけれども、まあ、見ていただければわかるかな。まあ整理すると、前回味方も敵も、全く知らない人たち、どういうプレーをするのか、どういう動きをするのかっていうのがわからない、そういった状況で2時間プレーしてきたわけですけれども、今までだとやっぱりミスしたくない、失敗したくないから、ボールが来てもすぐに捌く、パスを出すとか、シュートをするとかっていうプレーをメインにやってきました。それすることによって、やっぱりこうゲームの流れを私で止めない、私が止めないっていうことを意識してずっとやってきたんですけれども、それがコサルになると、やっぱりいつものようにボールを触らないようなプレーをしようとすると、味方が動けてない、いやっていうと失礼なので、味方が動いてない、自分がこう動いてるだろうなと思ったことに対して動いてないので、パスコースがないとか、シュートしようとしても、ここはシュートでいいのかな、いやでもそこに味方がいるしなとか、まあ、いろんなところで、自分の思ったプレーができませんでした。自分の良さっていうのかなっていうのが全く出なかったんで、今回2週続けて参加したので、前回よりもいいプレーをしたいと思って挑戦してきました。でですね、まあ一番今回メインに考えていたのは、ちょっとボールが来た時に自分でキープする、自分でしっかりこうボールを確保して、そしてパスをする、ドリブルをする、シュートをするというような動き、今までだと結構早いタイミングでパスを出していたのを、一度もらったらしっかり周りを見て、周りがどういう動きをしているのかっていうのを確認してからプレーをしようと、要するにボールをね保持する、ボールキープをするっていうのを頑張ってみようかなと思って挑戦してきたんですが、これがいやー全くできませんでした。まあ全くできなかった理由の一つ、まずコートが狭かった、いつもやってるコートよりも一回り小さいコートで今回開催されたんですけれども、そうなると
プレスが早いんですよね。今までだと例えば5歩離れたところに敵がいるはずが、コートが狭いので3歩先に敵がいるということは、ボールをもらってから次のプレーをするのに2歩分早くプレーをしないと上手にプレーができないと、パスも出せない、ドリブルもできないというような状況になってしまってました。そうなってくると、私のような、未経験者で、しかも、初心者で、技術もないし、スピードもない、体力もないとなるとダメもう全然ダメでした。はい。そして、理由の2つ目としては、若い方が多かったように思います。前回の時よりも明らかに若い層、20代、30代前半の方が多くて、プレスが結構早めに、しかもガツガツっていう感じで来られるので、そうなるとおじさんとしては無理。はい。コートが狭い上に、しかも若い方が敵、相手プレイヤーだとすると、より早く判断してプレーをしないと、すぐに敵にボールを取られてしまうということになってしまいます。もうこうなってくると、やっぱりね、おじさんプレイヤーとしては厳しい、本当に厳しい。で、何が一番厳しいかっていうと、やっぱり技術のなさですよね。敵がこっちから来たから、こっち側の逆サイドでさばかなきゃいけない、ボールをさばかなきゃいけない、まあ、分かっててもできないです。まあ、これがね、右足やとまだマシです、利き足やと。逆にこっちの右サイドから敵が来られた時は、左サイド、敵より遠いサイドでボールをさばかなきゃいけないとなってきた時には、もうお手上げっていう感じになっちゃいますしね。まあ、とりあえず、プレスが早いっていうのが私にとっては一番難点でございました。まあ、これはもう練習しかない、練習する、しかも経験する、この2つをもっともっとやらないと上達はできないんじゃないかなと思います。はい。厳しかったですね。なので、例えばこう、一つの例として、ボールが、まあ、後ろから自分に来る、で後ろに敵がいる、敵を背負ってる状態の時にかわすパターンみたいなのを2つ3つ持っていれば楽なんでしょうけど、それすらもないじゃないですか。ってなると厳しいですよね。要するに、もうボールが来たら慌てて味方にパスするぐらいしかできない、これではダメですよね。ということで、やっぱりそういったことも含めて、これからも、リフティング、あとは、まあ、自分だとダブルタッチの練習というか、まあ、ボールさばきの練習、あのジンガとかね、ああいう難しい難しいことじゃなくて、とりあえずボールを動かして触る、動かして触るみたいな練習をもっともっとして、技術的に高めていかなきゃダメですし、なお一つ、体力の、キープですよね。衰える体力をどんだけ抑えれるか、もしくは上げていけるかっていうのも、これから頑張ってやっていきたいと思います。ということで、今回のコサル2週続けて参加した結果でございました。まあ、もしね、あ、こんな言ってる意味わかるなとか、あ、もっとこうしたらよかったのにななんていうのがあれば、ぜひコメントで教えていただけるとありがたく思います。では、これからも、まあ1週間に1回ぐらいこんな感じで動画の方を作っていくので、もしよかったらチャンネル登録して見てみてください。では、おじさん、これからも頑張ります。よろしくお願いします。ヨーローでした。さよなら。